いつもご視聴いただきありがとうございます。名古屋グランパス芸人のマモルでございます。今日はですね、風間八宏さんの金言、逃げ道を作るな、自分と向き合え、というテーマでお送りしていきたいと思います。今回はね、いつもと違う形でのトピックスとなります。私はね、しばし本を読むのですが、そう、今読んでるのがこちらの本です。元名古屋グランパス監督の風間八宏さんの著作ですね。超この教科書というタイトルでありますけども、こちらですね、この本がですね、めちゃくちゃ面白いんですよ。サッカー目線でも風間さんのエッジの効いた考え方や独創的な思想が分かって、もちろん面白いんですけども、サッカーのことを言っていながらも人生、一人間としてね、学ぶことがたくさんあるんです。今回ご紹介するのはそのほんの一部でありますけども、もし気になった方は書店で買い求めいただくことをお勧めします。それでは今回の題名にもなっている逃げ道を作るな、自分と向き合えの中身をご紹介いたします。本の中身をね、丸々パクるんではなくて、守る的にいいと思った部分をセレクトしております。はい、ではこちらですね。自分がうまくいかないのは自分のせい。こう伸ばすために大事なことが、選手に逃げ道を作らせないということです。人間というのはうまくいかないことがあると何かのせいにしたくなるもの。そうやって自分ではなく別のところに原因があると思うのは、一時的には楽しいかもしれませんが、本質的なところからはどんどん自分がうまくいかないのは自分のせい。こう伸ばすために大事なことが、選手に逃げ道を作らせないということです。人間というのはうまくいかないことがあると何かのせいにしたくなるもの。そうやって自分ではなく別のところに原因があると思うのは、一時的には楽かもしれませんが、本質的なとこからはどんどん遠ざかってきます。自分がうまくいかないのは、何よりもまず自分に原因があると考えることがうまくなるための最短距離です。これはサッカーに限った話ではありません。うまくいかないときに何かにせいにすることはすごく楽です。自分に原因があるというのを認めたくないという気持ちもわかります。でも自分と向き合うことをしなければ本当の意味での成長はありません。どうでしたでしょうか。風間さんは新しいチームの指揮を取る際にまず必ずこのようなメンタリティをチーム内で共有するそうです。すべては自分に原因がある。これはサッカーにおいて置き換えは実は難しい言葉ではないかなと思ったりもします。仮にチームが3対4で敗れたとしましょう。この事実に全員が自分に原因があったと受け入れることはできるでしょうか。例えばフォワードのメンバーは3点取ってます。サッカーの平均得点が1.3点と考えると、3点という数字は上々でしょう。この際にフォワードメンバーはどう考えるでしょうか。4点取られたディフェンダー陣のせいにしてしまったりはしてないだろうか。言葉ではそのように言わなくても、心のどこかで負けた理由を自分のせいではなく自分以外の部分にあると逃げ道を作ってしまっていないだろうか。このような思考は私に関しては往々にあると思ってます。そんなことを言ってる私も逃げ道を作ってしまうことさえ気づかないでいたりします。フォワードメンバーに関して言えば、もっと得点を取っていれば負けてなかっただろうし、チャンスを作っていれば相手の攻める時間を抑えられたかもしれないです。そうなんです。自分と向き合い深く思考すればするほど、自分に足りなかったことはいくらでも出てくるのです。その思考を持つかどうかで、個人チームとして
今後成長していくかどうかが決まると著者風間さんは問うています。さらに面白いのは、これは何もサッカーだけの考え方ではなくて、私たち日常、学校、会社、すべてにおいて必要な考え方であると覚えておいてください。学校や会社に遅刻してしまったことを渋滞のせいにしたりしてはないでしょうか。テストで良い点が取れなかったことを勉強する時間がなかったと言い訳をしたことないでしょうか。問題は自分自身にあるのです。まだやれることはあったにもかかわらず、逃げ道を作って他責に逃げてしまう。まだまだやれることはあるはずです。あなたのやれることは何でしょうか。ではまた。